おいす、どうも、ニエトノです。今回はシャドーバースのデッキ紹介元、今、トワイライトのね、デッキ企画第2弾やっていきたいというふうに思います。はい。で、今回なんですけれども、作ったデッキとしては、トワイライトアグロとトワイライトダイアリーっていう感じで、名前で大体察してもらえるかなっていうデッキなんですけど、2つ作りましたと。で、先に言うと、このトワイライトアグロ、めちゃくちゃ勝率が悪かったです。はい。軽くだけ触れさせてください。せっかく作ったんでっていうことで。うん。で、企画に行くんですけど、もうね、本当に、序盤からアグロガーって組んでって、で、エフェメラちゃん、エフェメラハウルとか、その辺でも打点稼ぎつつ、トワイライトクイーンを発動させてから、従者、ラビットネクロマンサー、地獄の解放者あたりで、アドを取っていく。で、死神の手帳も出せる余裕があれば出して、で、この辺のね、トワイライトクイーンと地獄の解放者、闇の従者、ラビットネクロマンサーの発動を狙っていくっていうような感じの、アグロを作ったんですけれども、めちゃめちゃ弱かったです。本当、このデッキというかもう、このタイプだけじゃなくて、ネクロマンサーのフォロワーを、ベースというか主流にしたアグロも一回組んだんですけど、そっちでも全然勝てなくて、結局その、ロイヤル当たった時にほぼ負けるんですよね。ほぼっていうかもう全部負けました。ロイヤルのアグロ性能にはどうしてもやっぱり勝てなくて、エフェメラハウルが、強いのは間違いないんで、もっとうまく調整することができれば活躍できるデッキになるのかなっていうのは、ちょっとね、あるんですけど、今回僕の、ちょっとデッキ構築では、ちょっとアグロ寄りのね、デッキはうまく完成させることができませんでしたという感じです。はい。ちょっとね、せっかく作ったんで紹介だけさせていただきましたと。では次、本命ですね。こちら、トワイライトダイアリーということで、ダイアリーっていうことでね、死神の手帳ですね。を組み込んだ、トワイライトクイーンを入れたデッキになりますと。はい。1コストから見ていきましょう。まずソウルコンバージョン。これはね、いいですよね。さあ、そしてユニコ、リリエル、よろめく使者、ベレヌス。で、ゾンビパーティー。で、力比べ、ピン刺しだけしてます。はい。で、3コストに、ボーンキマイラ、闇の従者、呪われた忠誠。呪われた忠誠2枚っていうので、ちょっと原初相手にするときとかね、心もとない感じがちょっとあるんですけれども、さあ、そして4コストに、ウルズ、トワイライトクイーン、死神の手帳ということで、トワイライト、ダイアリーですね。ここにコンセプトが一応詰まってるということで。で、ウルズをね、あえて入れてみました、今回。なんかその、ウルズか、トワイライトクイーンか、どっちの方がいいっていうような話はよくあるじゃないですか。なんか、ウルズの方が爆発力はあるけど、トワイライトクイーンの方が安定性は高いみたいなのをよくね、コメントとかスレとかで見るんですけど、今回どっちも入れちゃおうっていうことで、別にだってトワイライトクイーンをウルズで破壊してトワイライトクイーン発動させて、でさらにまたトワイライトクイーンを場に残すっていう動きだってやっちゃっていいですよねっていう感じの発想です。はい。ということで、ウルズとトワイライトクイーンを同時に3枚ずつ積んでますと。で、死の祝福6コスト3枚ですね。で、フィニッシャーとしてモルディカイ。で、モルディカイと相性のいいバハムートを2枚ですね。という感じのデッキになっております。で、力比べピン刺しだったのはね、なんかあった時に、モルディカイをこの辺のね、4コストのウルズ、トワイライトクイーンで増やせていれば、力比べで場をしのげるっていう、ね、それの発想でピン刺しだけしてます。あんまり入れちゃうとね、これ前半に2枚、3枚って引いちゃうとかなり事故ってしまうので、ピン刺しが限度かなと思いました、このデッキだと。で、あれなんですよね、ぶっちゃけた話、本当にこれ死神の手帳抜いて、多分ネフティス積んだ方がっていうのはちょっと思ったんですけど、ただね、ネフティス積んじゃうと、もうそれはネフティス以外のカードが、なんかどういう構築になってたとしても、ネフティスネクロじゃんって言われちゃうと思うんですよ、僕は。なんで、ネフティスは今回積みませんでした。ただ、本当に、このデッキ、手帳抜いてネフティス積んだ方が安定はするかもしれないですね。7コスト入れてないんで、一応2,3,4,8ネフティスっていう形で収まると思うんです、すっきりと。はい。なのでね、ちょっと、今回のね、トワイライトクイーンと死神の手帳っていうコンセプトずれますけど、ここはネフティスでも強いかもしれないです、といった感じで、今回このままね、ランクマッチ、やっていこうかなというふうに思うんですけれども、ちょっとね、勝率は何とも保証しがたいので、1回か2回ランクマッチやって、で、リプレイでね、一戦、なんていうか、面白いというか、ある程度ね、
このデッキらしさが出た勝負があったので、そちらを一戦だけね付け加えさせていただきたく思います。はい、という感じでとりあえずはランクマッチいきます。よろしくお願いいたします。はい、お相手ウィッチということで、正直あまり当たりたくない部類の相手ですね。さあ、初手はかなりいいですね。このままキープでいこうと思います。うん、いやーでも本当にウィッチはあんまり当たりたくなかったですね。うまいことうまいこと全部処理されきって、まあ最後にギガントキマイラドーンとかがまあよくあるので、まあ、どのタイプのねウィッチかっていうのもあるんですけど、さあまずは魔女の大釜。ただこれが出てきただけだと今の環境まだね超越も否定しきれないっていうのが怖いですよね。まあでもステラウィッチかなっていう気はちょっとしますよね。さあ、あいい動きですね、星見の望遠鏡。まあ最もというか、まあベストムーブですね、ここまでお相手。さあ2ドローしつつドワーフアルケミストを出してくると、さあ土のカゴも手札に入れて土の印ですねさあここはでもユニコで問題なさそうですね。ひとまずさあ後方を取れてるので、まあリリエルに進化権をね切っていけたらいいのかなと思うんですけど、なかなか体力1の状態のものが出てくるのかどうか怪しいですね。さあ炎熱の術式と、まあきっちり処理していきます。で2点通して、あと HPP 土の印出すかな、出さないプレイング選択ですね。さあソウルコンバージョン、ああこれは不死者ソウルコンやっちゃってもまあ悪くはない気がしますね。どうしよう、2点もらうのを嫌うか注射を出していくのか、うん、迷いどころですね。まあちょっと打点を抑えていきましょうか。ステラウィッチだった場合にそこそこガンガン攻撃してくると思うので、うん、なるべくね火ダメは減らしておきましょう。あれですしね、カムラを積んでないっていうので回復手段が本当ユニコしかないので、このデッキはあまり火ダメをもらいたくはないですと。さあまったりまったりやってってね、 10pp までいってバハムート投下っていうのが、まあ、一番リーサル取りやすい流れになるのかなというふうに思いますが、さあクズ鉄ってことはそれ以外動きがなさそうですね。はい、ラッキーという感じで、まあここは手帳を置いちゃっていいんじゃないかな。うん、向こうもね多分フォロワー展開されない方がしんどいと思うんで、ここはこれでいきましょう。さあ何が出る、うん、リッチですね、美味しい。まあ、死神の手帳で割れて一番美味しいのはやっぱりトワイライトクイーンなんですけど、まあその後の動きがねこっちはコンボを組みやすくなるんで。さあリッチが出てきたということで何が出てくる、どういったデッキかにもよるんですけど、ゴーレムとか出てくるのかな。オズ、もうオズを切る、なか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 ですね。それはここで出てくるとは思わなかったですね。ドローもできないし、うん、まああれは倒しましょう。じゃあ次のターンゾンパ1枚で処理できるので、なんとコンパと何切るかですね、問題は。まあ闇の従者でいいかな。うん、そうしましょう。ゾンパで処理して闇の従者出してターン終了でいいかと思います。よろめく不死者が出て割れちゃった時にね、ここ進化圏切ってまでやるともったいないって言ったら、まあ出ましたね。うん、さあまあトワイライトクイーンが今ので割れてくれれば、まあリッチの効果が2回発動でとても美味しかったんですけれども、まあそれは叶わずと。さあエビ、うん、であれば、まあ、3点広げてリッチ出てきたのを進化圏消費して処理かな。おっとそれはしない。うんー、であればウールズか、ちょっともったいないな。死の祝福でいいのかなって思いますけど、うん、いいか、死の祝福でいきましょう。でゾンビに進化圏切ってレビーを取りましょうか。まあこれで相手がレビーもう1枚持ってたとしても、まあまあ進化圏また切らないとリッチは処理できないんでね、まあ破砕でもまあ最悪ここはまだいいんじゃないかな。打たれてもそこまできつくはならないので、破砕でもギリ大丈夫。土の魔変から入ってくるオズ、うんちょっと自己気味かなお相手みたいな感じがしますね。さあ 1pp 何を切ってくるのか、変異の雷撃がめんどくさいかな。変性の魔術、
なるほど、一致を処理と。進化系も切ってくる。お相手結構厳しそうですね。さあ、これはそうですね、まあ、ベレヌスをソルコンか呪われた忠誠でとかでいいと思うんですけど、まあ、ベレヌスソルコンしますか。うん、ちょっとね手札が心もとなさあるので、さあ、微妙だな。まあいいでしょう、ゾンビぶつけて取りましょうか。でウルズ出し、ウルズじゃない、リリエル出しましょう。そしてここの守護、進化切って顔に4点入れるっていうのもなしじゃないと思うんですよね。進化圏多分モルディカイのために1つ残しておけばそれでなんとかなると思うので、うん、これでいきましょう。さあお相手手札にね、まあスペルがなくなるんで、なくなりましたね。まあここトップで引いてきたのがもう本当に破砕とかだったらまあ引き強いなっていう感じですね。さあ天輪のゴーレム、これはリリエル処理ですかね。ですね。さあフローから出してくる。ああ、回復はちょっと面倒ですね。さてと、ここでまあちょっととしたまあ賭けですね。モルディカイ出していくんですけど、相手が破砕をねモルディカイ警戒で溜め込んでたらうまいですね。地に落ちよ。うん、どっちを攻撃しても5点以下になっちゃうんで破砕の範囲に入るんで、もうこれはしょうがないと。まあ、これでモルディカイが生き残ればウルズでね増やしていこうっていう感じになりますけど、まあここでトップで引いてるか引いてないかですよね。はい、という感じで、まあリサルは取れなかったですけど勝ちですね。対戦ありがとうございました。くだらん戦いだ。さあお相手ドラゴンということで、まあどう動いていこうかなっていう感じなんですけど、手札まあ悪くないのでこのままキープでもいいのかなと思いますね。ただまあまあリリエル1枚だけ戻しましょうか。闇の従者やボンキマイラを引けるととても美味しいですと。ユニコか、まあいらないですねとりあえずまあ2ターン目ユニコから切っていけるというのは嬉しいですが、3コストが欲しい、3コストが欲しい。さあここの2ドローで3コストが欲しい。よし、 OK、 引けましたね。まあ美味しい。でリリエルが帰ってきたと。まあ低コスト帯で手札がね序盤固まってるのは悪くはないので全然ね問題なしです。さあお相手託戦からですねしっかり打ってきましたと。ただこういう返しになるのであればよろめく不死者が欲しかったですね。ラハブを万が一置かれた場合に不死者ぐらいしかね対応が効かないので、さあアイラが出てきました。託戦アイラか、ものすごくいい動きですね。さあゾンビパーティー、ただここはもう従者出して次のターンウルズとのコンボ狙っていっていいのかなというふうに思いますと。うん、でまあ、自分の手札に、ね、ウルズがあるっていうので相手がウルズ持ってたらっていうのちらつくんですけど、まあどうだろうね、たくさんウルズしかまだ見えてないので何とも言えませんと。特攻してきてくれたので、まあ、ウルズはなかったと見ていいのかな。うん、さあここは処理をせずですね、ラッキーですね。さあウルズで増やしていきましょう。でマチルダさんをわざわざ処理する必要はないと思うのでターン終了しましょう。うん、進化圏切ってまでねマチルダさん取らなくていいんじゃないかな。さあここ面倒なのは何だろうな、まあ原初が出てくるのも面倒ですけれども、まだ出さない気がしますね。原初今出したとて何かしらのね、まあ、向こうだって呪われた忠誠とか警戒してると思うので、その辺のカードで返される可能性が高いといったところでまだ出さないと思われますと。うん、まずは PP ブーストからの選択ですね。さあ残り 5PP で何をするのか。展開への回では、なるほど、ドローを加速させていく。進化切って顔かな、ウルズ処理するかな、どっちだろう。ウルズ処理、まあ僕的にはありがたいですね、これの方が。さて、トワイライトクイーン、トワイライトクイーンか、どうしようかな。トワイライトクイーンを出してソルコンしておくっていうのも一つありですよね。ただまあウルズでリッチじゃない、従者を増やしてさらにソルコンっていうのも悪くはないんですよね。さあどうしよう、
まあ、手札的にちょっとあれなんで、トワイライトクイーンをソルコンから入ろうかなと思います。呪われた忠誠が引きたいですね。現象がそろそろ出てきてもおかしくないので。さあ不死者か、なるほどね。まあまあまあ、リッチ2体出ても美味しいっちゃ美味しいですし、出なかった場合にね、まあ不死者をウルズで割るっていう動きすれば相手を2体破壊できるっていうのも悪くないですね。さあどちらにしてもトワイライトクイーンの効果は美味しく動いてくれると思うので、さあ現象を後出ししたということは、まあリッチ出てくるのが嫌だったのかな、何だったんだろう今の。まあ、これでリッチが2体出ますね。さあ一体処理と、おっと進化切って処理までやってくる。なるほど、まあ、そこまでやってきてくれると逆に楽ですね。不死者、おお、なるほど。いやでもまあここは不死者ウルズでいいと思います。次のターンのねバハムートとかにもこれで対応が効くようになるので、でここ進化切っても6点取ります。進化権ね3つ余ってるし、向こう2つ使い切ってるんでね、ここらで顔殴るのに使っとかないともったいないことになると思うんで、うん。さあ呪われた忠誠があるっていうのはでかいですね。現象もう一回出てきたとしても、まあ不死者残らなかったとしても処理できるっていうのが大きい。さあ大釜から出してきたということは、サラブレー、なるほど、しっかり処理。まあ、ただ1PP もうねほとんど何もできないので、まあ、こっちは死神の手帳とか出しつつまったりいこうかなと思うんですけど、バハムート、まあまったりでいいかな。ゾンパでゾンビ3体っていうのも悪くないんですけど、それは次のターンでも一応できるので。さあこれでいきましょう。何が出る、ベレヌス一番いらない。まあしょうがないですね、ベレヌスもね積んでるんで。2枚だけどね確か積んでるの。さあ1点飛ばしつつ 10PP 何をする。バハムートが嫌です。バハムートが来ましたとなれば、呪われた忠誠切らざるを得ませんね、あいつに対して。不死者か、まあねえゾンパで置いとくっていうのはあんまりいい手段じゃないと思うので、これは使わざるを得ない。不死者は設置しましょう。もう原初の竜使いをね次出してきたとしても、まあ不死者一応ね対策になりますし、まあ、何が出たとしても不死者は腐らないんでね、ドラゴン相手に。大釜の竜騎とかももう2枚切りましたよね確か。からサラブレはまだ1枚か。でブレイジングブレス切ってないから、まあスペル持ってたら先にスペルで処理してくると思うんですけど、まあドラゴンもねいろいろ選択肢ある中からデッキ構築されてるんで、なかなかねあれもこれも入ってるっていうのはないと思うのでね、何か強くしようと思ったらやっぱりどこか抜いてるはずなんで、この不死者はかなり処理しにくいと見えますね。さあ巫女から出てくる、巫女か、巫女2枚は本当に嫌だけど、ドラゴサモナ、そっかそっか、ドラゴサモナーと、なんだろうね、まあでも単純にターン一旦稼ぎたかったっていう印象を受けますね。おっとモルディカイ、これは美味しい。ドラゴンに対してのモルディカイ強いですね。まあ、以前ね一度だけライブラで消されたことありますけどまあ基本的にはないと思うので、ライブラとかねあのオーディン積んでるっていうことはないと思うので、このモルディカイは美味しいですね。さあこれ相手ジャバウォックとかじゃない限りはわりかしいけそうな気がしますけど、何が出てくるのやら。まあ、あとはあれか、魔界かな、魔界が嫌ですね。まあでもこのターン魔界だとしたらバハムートで返せば相手一気にきつくなるんで、まあいいですけど。さあファイアリザード2枚で不死者取るのか、まあ、それやるんだったら先フェイス殴った方が良かったのではと思いますが、1点と5点とであればモルディ7点通してバハムートですね。これはそこだ、行ってこい。よいしょ。
さあ12点一旦で削ろうと思ったら、1コスト何かしら2枚並べてジャバボックで失踪が2枚出る、しかもそれがフォルテと、ジェネドラみたいな場合じゃない限りは多分12点取れないと思うので、もしくはね、まあ、買い出してジェネドラアンリエットとかそういった感じじゃないとリーサルにはならないと思うので、ほぼほぼこれはもう積んでるのではと思いますが、どうでしょう。はい、ということで対戦ありがとうございました。はい、お相手ドラゴンですね。さあドラゴン相手なんで、まあまあ先行が良かったのは良かったんですけど、まあ後攻ということで、そしてここからはまあ一応ね後付けの実況になりますということでよろしくお願いいたします。さあ初手なんですけど、まあまあ悪くはないですね。別にとりあえずおそらく相手ね原初かランプかどっちかぐらいだと思うので、最初の方はねおとなしくしてるんじゃないかということで、まあ、ゆっくり動いていけるような手札であれば問題ないかなといった感じですね。さあそしてまあリリエル、闇の従者、トワイライトクイーンという感じで、まあ綺麗にねマナカーブ通り動けそうなので、このまままったり攻めていきたいといった感じですね。はい、でここはちょっと迷ったんですけど、うん、なんかねランプ臭いなっていう風な雰囲気を感じ取ったんで、ウルズで増やされるのを警戒しても先に処理しました。まあそれが正解だったかどうかはちょっと分かんないんですけど結局多分ねウルズ1回も見なかったんでこの戦いで、はい、でとりあえずこれはトワイライトクイーン出して、まあ、進化切ってねヒッポ処理することによって、まあ、次のターン相手がトワイライトクイーンから処理したら、まあ、リッチが2体出る可能性が出るんでだるいなっていう場面を作っていきますね。うん、まあ、かといってトワイライトクイーンをね処理しなかったらしなかったで6点の打点のやつがいるっていうのは脅威になるので、はい、っていう感じで、まあとりあえずお相手処理はしてきたと。でね、きっちり大釜を持ってるあたりちょっとやらしい。さあそしてまあリッチを取らないと。でまあまあちょっと迷ったんですけど、ここはねソウルコンバージョンできっちりリッチをね2体増やしていこうかなと。さすがに不死者にねソルコン今のところで打っちゃうともったいなかったんで、さあそしてベレヌスで処理ですね。うん、まあ、ここはあえて自分から取りに行く必要もなかったのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、この時はとりあえずまあ、ね、必殺持ちにリッチかられるのが嫌だなと思って処理したんですけど、さあもう1体出てきたと。なんでさっきのターンあいつ置いてたら多分大釜の龍騎2枚でリッチ2枚取られてたでしょうね。うん、といった感じでまたターンが回ってきましたと。さあここもまたちょっと微妙な動きかもしれない。リリエル進化圏の、まあ、1点のバーンダメージでヒッポを処理して4点かをと不死者を設置ですね。うん、まあ、9ターン目なんでワンチャンねイスラヒールとか、まあ、ないと思うけどっていう、プラスこいつね原初の竜使い出てきた時に、まあ、不死者置いとけばワンチャン倒せるかなっていう目論見で、まあ、置きましたと。したらまあちょっとね思惑通り動いてくれて、うん、1体ね原初を処理することができたっていうことでね、うん、まあ、不死者は割といい動きをしてくれました。はい、でここマチルダさんでリリエルリリエルリリエルと思ってたんですけど、まあリッチにね2回目飛んじゃって倒されてしまったと。で手札的に原初の竜使い処理できないので、もうフェイスに4点入れて死の祝福で、まあ防御を固めると。うん、まあこの死の祝福何がいいって、やっぱり原初の2点だけではね倒されないっていうのが一番いいですよね。うん、さあただ待って、これねなんか処理カードが多いんですよね。結構丁寧に丁寧に守護どけられちゃってしんどかったっていうね。はい、まあ、こんな感じですね。さあ8ターン目もまあ死の祝福おかわりかなって感じですね。でソウルコンバージョンをリリエルに打ちましたと。まあ、呪われた忠誠とかねその辺が引いてこれれば次のターンで原初を一旦処理できるだろうっていうので、もう早くあれ処理したかったんですよね、とにかくまあ結果的に全然ね原初の竜使いを処理できるような
カードを引けてなくて、ここ結構しんどい立ち回りになってますね。さあで10ターン目だったらバハ投げたかったんですけど、まだ 9PP なんで、とりあえずね、ボーン決まりだとユニコ立って、まあ、力比べと、これ設置することによって、まあ、守護の枚数が実質上 1,2,3,4,5,6 枚か6枚になるんで、まあ、まあ相手がね綺麗な手札というか、その 2PP のカードフォロワーをねまだ持ってて、まあ、この現象の竜使い処理した上に失踪ねフォルテとか持ってたら負けてたっていう感じなんですけど、今の場面まあしょうがないと。ここはとりあえずこれで耐えましたということで、なんとかね 10PP 目を迎えることができたので、ここでバハムート投下ですね。さあお相手の手札も2枚ということで、で失踪あったとしてもジェネドラ1枚じゃリーサル取られないですし、まあフォルテウルズがあれば負けるけれどもっていう場面ですね。さあここファイアリザードから切ってきたということで、あリーサルはないなっていうのちょっと安心できました、ね、さあそしてアイナってことはね、なんかちょっと最近流行ってるタイプの、まあ、ランプだったのかなっていう、アイナとヒッポ積んで走り回すみたいな。でまあここはねゾンパで処理して13点取ってリーサルですと。はい、対戦ありがとうございました。はい、という感じでね、今ランクマッチとまあリプレイ1本と、見ていただけたかなというふうに思うんですけれども、まあまあなんやかんやね、まあミッドレンジ寄りのデッキになっているのかなというふうに思います。まあ5コスト7コスト入れてない上に、別に6コスト8コストもう多いわけではないんですけど、結果的にねやっぱり、うん、ミッドレンジ寄りのデッキかなと思います。まあ個人的にはこれぐらいのね中速で動きて相手をまあ処理しつつもじわじわやれるデッキがね、まあ常々好きだと言ってるので、今回このデッキは楽しくね、まあなんだろう、プレイングすることができましたという感じですね。でやはりまあモルディカイはリーサルとしては十分パワーになるカードですので、まあ優秀だということを改めて認識しました。で今回ねまあ目論見というかウルズとトワイライトクイーンをまあ3枚ずつ積んでみるっていうのをやってみたんですけど、まあ結果としてねトワイライトクイーンをウルズでっていうのはなかなかちょっとねできる場面なかったんですけれども、まあどっちかしら引ければうまくデッキを回していけるっていうような印象は受けましたということで、まあ今回はトワイライトクイーン第2弾のね企画として、まあ悪くない仕上がりになったんじゃないかなというようなイメージでございます。はい、という感じでね、まあ最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録も良ければお願いいたします。それではさようなら。